しい目にさらされている。やめろ。 RK アニメです。 Hello everyone, 皆さんこんにちは。 RK here。 残りマズキも2つになりました。マズキの仲も少しずつ分かり始めたような内容な感じですけども、早速始めていきましょう。よーカズマ、ちょっといいか。お、ダーストか、どうした。密かにお宝情報をゲットしたんでな、お前とも共有しておこうと思ったわけだ。ありがたいな。けどいいのか、お前のパーティーだとお宝探しはしてるんだろ。なーに、男同士助け合わないとな。で、もちろんただってわけにはいかないんだろう。何が目的だ。さすがカズマ、話が早くて助かるぜ。次回例の店の割引券が余った時はぜひ俺に。ああ了解した、男の約束だな。商談成立。でその情報ってやつなんだが、ひそひそこそこそ。おいその情報は本当なのか。いや本当なんだろうけど。どうしたんだよカズマ、すごい微妙そうな顔して。いやその似たような話にすごく聞き覚えがあるというか、見覚えがあるというか。へえ、俺は初めて聞いたけどな。情報が本当ならかなりのレアアイテムだぜ。何せ7つある魔石を全部集めると何でも願いを叶えることが。わっわっわっ、急に大声出してどうしたんだよ。それ以上話してはいけない。は？ああ、他の冒険者に聞かれたらまずいってことか。カズマはこういうところしっかりしてるよな。ま、抜け駆けするならそれくらい慎重な方がいいけどよ。おお、そういう意味じゃないんだが、これってやっぱりあれを元に作ってるよな。つまり魔石の元の持ち主は転生者ってことか。もしかして魔石って転生時にもらったアイテムなのか。だったらなんで手放したんだ。正体はわからないんだが、全部集める必要はありそうだな。ねえその話もうちょっと詳しく聞かせてくれる。クリス、面白そうな話じゃない。私の方でもちょっと調べてみたいな。そうか、まあクリスがそう言うなら。いいよなダスト、俺は一向に構わないぜ。やった、二人ともありがとう。それで魔石についてなんだけど、でなんか向こうが騒がしいね。まったく、ギルド内で騒ぎを起こすなんてどこのバカだ。まあ君らのパーティーメンバーじゃないですか。こんな重要な場所でわざわざトラブルを起こすなんてろくな冒険者じゃないな。なあカズマ、カウンターで騒いでるのお前の仲間じゃないだろうね。なんですと。ねえねえ、このダンジョンの封鎖解いてほしいんですけど。いったー、な何するのよカズマ。ギルドで騒ぐバカが身内だったから止めたんだよ。だからって殴らなくてもいいじゃない。私はただダンジョンの封鎖を解いてほしいってお願いしてただけなんですけど。本当か、他に何か無茶言ったりしてないよな。失礼ね、当たり前じゃない。さっさと封鎖を解いて私たちをダンジョンに入れて、ついでに中を調査してあげるから報酬出して、それしかギルドには要求してないわ、ね、十分じゃないか。明らかに一言余計じゃねえか。すまない、仲間が変な要求をしたことは謝罪しよう。だがあのダンジョンに立ち入る許可をいただきたいのは本当なのだが。理由は分かりませんが、皆さんがあのダンジョンに行きたがっていることは理解しました。ですがここは本当に危険なんです。わざわざギルドが封鎖するなんて珍しいですね。このダンジョンで何かあったのですか。そうですね、皆さんは町のすぐ近くにこんなダンジョンがあるなんてご存知でしたか。そういえばダークネスの話を聞くまで知らなかったな。私も聞いたことないんですけど。私も先月ギルド職員から聞いたのが初めてだ。改めて考えるとおかしいですね。町から近いダンジョンなんて冒険者にとっては絶好の稼ぎ場です。
それなのにアクセルの冒険者たちが知らないなんてことがあるのでしょうか。ええ、普通はありえません。ですがこの場合理由ははっきりしています。なんだこの空気は。このダンジョンができたのは先月ですから。どういうこと。はあ、ダンジョンができたってのはどういう意味よ。言葉通りです。このダンジョンの発見報告は先月出されたものが最初なんですけど、それ以前は一件もありません。この場所には何もなかったんです。なんだか怪談話みたいになってきた。まさに。しかし突如ダンジョンが出現する現象など聞いたことがないぞ。ギルドでもそのような話を知る者はいませんでした。このダンジョンは本当に謎だらけで、そこで我々は先月何組かのパーティーにこのダンジョンの調査依頼を出しました。で戻ってこなかったと。結果はどうだったんですか。その数日後、全てのパーティーが怯えた様子で帰還したんです。怯えた様子。ええ、ダンジョンで何があったのか皆さんにお聞きしましたが、全員バラバラの内容で要領を得なくて、ただ中には危険な上級モンスターまで現れたという話もありましたから。念のため冒険者の立ち入りを禁止したということか。ギルドとしましても調査したいのは山々なんですけどね。気になりますね。ダンジョンで一体何があったのでしょう。カズマはどう思いますか。カズマ。よし、今回は諦めよう。早っ。なんだと。急に何言ってるのよカズマ。私の魔石がすぐ目の前にあるのよ。そうです。しかもなぜそんな晴れやかな表情なのですか。だって何組ものパーティーが調査に向かって失敗したんだろう。そんな危ないところに今さら俺たちが行っても同じ目に遭うだけだって。この男、ものすごく後ろ向きな発言を堂々と。逃げ腰にも程があります。最低です。クズです。誰がクズだ。誰が。そもそも魔石探しはローリスクハイリターンだからやり始めたんだろう。なのに魔石を集めるために危険なダンジョンに行くとか元も子もないだろう。それは確かにそうですが。でもカズマ、目の前に1000万エリスが転がってるのよ。これを取りに行かないなんて冒険者としてどうかと思うの。もっともらしいことを言ってるが、要するに金に目がくらんだんだな。そもそも私たちはそこらのパーティーとは実力が違うのよ。なんだって上級職であるアークプリストのこの私がついてるんですからね。お前のその根拠のない自信はどこから来るんだ。カズマ、そうは言うが私たちには魔王軍の幹部を倒してきた実績がある。運が良かった面もあるが、他のパーティーよりはダンジョンを踏破する可能性は高いのではないか。それにいつまでもダンジョンを調査しないまま放置するわけにもいかないだろう。そうですね。王都から騎士が派遣されるまで待つ予定でしたが、確かに皆さんでしたら大丈夫かもしれません。なんだか思ってたのとは違う方向に話が進んでるぞ。わかりました。私の責任でダンジョンの封鎖を一時的に解除します。佐藤一馬さん、調査をお願いします。ってなんで俺になってんだよ。言い出したのはアクアだろうが。そんなことを言われましても、このパーティーはカズマさんがリーダーとして登録されていますから。まあごもっともだよね。何カッコしてるのよ。魔石が取りに行けるんだから喜びなさいよ。俺はさっきから行きたくないって言ってるんだ。いいじゃないか、魔石集めをしながら危険なダンジョン調査ができる。一石二鳥だ。ん、意味わかんないなんで危険なダンジョンが、得の方になってるの。新しいダンジョンということは各種罠もてんこ盛りで残っているのだろうか。はあ、私もまだまだ魔石を集めたいのです。これくらいでは満足できません。こいつら分かったよ。そのクエスト受ければいいんだろう。ダンジョン調査受けていただけるんですか。その代わり危険なことがあったらすぐ逃げるからな。ええ、もちろんです。塔の形をしたダンジョンですが、上階には何があるか分かりません。どうか気をつけてくださいね。
塔の形をしたダンジョンね。まあとりあえず行きましょう。というその前にちょっと、みんなまだ服装が冬服なんで一旦ちょっと変えます。はい、みんなチェリーダガールに戻りましたので、早速行きましょう。ミステリータワー着いたか。しかしなんだこの見るからに不気味な塔は。そうだよ、こんな塔が今まで見たことないっていうことなんかありえないよ。多分街からもでも見えるんじゃないの、こんなに高かったら。しかも見ろよ、あのアンデッドの群れ、まともじゃないだろ。たくさんアンデッドが湧いてますけど、なんでここだけ数が多いの。さすがにあの数とやり合うのは得策じゃないけど、なんで大量発生したんだろうね。あの数のアンデッドはキールのダンジョン以来だね。しかしなぜ大量発生したんだろう。なんでこんなところに迷える魂が大量発生してるんですか。死に損ないどもが大量発生しているな。何か原因があるのであろう。あんなにたくさんのアンデッド、どこから来たの。どうせアクアに寄ってきたんだろうけどな。何よ、神々しくて生命力にあふれてるからって何でも私のせいにしないでよね。いやいや、アンデッドが寄ってくるのは事実だろうが。しかし困った状況になってしまったな。さすがに数が多すぎる。ここは私の最強の爆裂魔法で。おいやめろ、塔の調査ができなくなるだろう。それでこれからどうしたらいいんでしょう。で、カズマはこの状況でどうするつもり。それでカズマはこれからどうするつもりなのかな。それでカズマさん、これからどうするんですか。それで小僧よ、これからどうするつもりなのだ。それでこれからどうするんですか。そもそも迷うところじゃないだろう。一旦町に戻って作戦を練り直すぞ。そうだな。ダメよ、私の魔石を早く手に入れなきゃいけないもの。帰ってる暇なんてないわ。じゃああのアンデッドの群れはどうするんだよ。そんなのカズマが考えてよ。私は女神なの、考える担当じゃないの。意味わかんない。そうかそうか、じゃあ一つ思いついたぞ。まあ置いてった方がいいんじゃない。え、本当。ああ本当だ。だから行ってこいアクア。え。カズマ、なんで私一人蹴り出したの。アンデッドがこっち凝視してるんですけど。そりゃ生命力あふれる女神様だからな。アンデッドからも大人気で嬉しいだろう。え、この流れって。いやー、アンデッドが追ってくるんですけど。よし、周りのアンデッドは全部アクアに向かっていったな。さすがカズマさん。俺たちは今のうちに塔の中に入ろう。いいんですか。え、これ放置するの。女神様。え、アクア様は助けなくていいんですか。仲間をおとりにするとは恐れ入った。カズマ、お前というやつは相変わらずひどいですね。あいつが言い出したんだからこれぐらい当然だろう。あ、カズマ助けて。カズマバン、お前が戻ってくるなよ。アンデッドまで戻ってくるだろう。急げ、塔の中にダッシュだ。助けてカズマさん。あれ、どうしたカズマ。いや、このダンジョンって封鎖されてたんだよな。なのに中に人がいるからさ。本当ですね、こんなところで何をしているんでしょう。ちょっと声をかけてみるか。すいません。あら、あなた運がいいわね。予想してたものと全然違うんだけど、なんかお化けが出てくるのかと思ったわ。え、あなたはちょうどここに来た1万人目の人なのよ。いや、まったく本当に運がいいわね。記念品をプレゼントするから、どうぞ受け取ってちょうだい。記念品、そんなデパートの開店記念みたいなこと、なんでダンジョンで。いや、ほらほら、いいから。こっちが景品の聖水ね。受け取る前にこっちの紙にサインして。はい。絶対なんかサインしちゃいけないもんでしょう。
アクシズ教団入信書、うん、それね、はいはい。え？いつの間にか皆さんいなくなってる。ほらラン、いいからこっちに来い。うん、あれ、記念品もらわなくていいの？クリス、いいから私についてきてくれ。どうしたんだ君たち、撤退するならこちらの一般人もお連れしないと。いや全然一般人じゃないからそいつら。あ、気づいたら皆さんがもうあんな遠くに。待ってください、置いていかないで。ふん、あのダメ神の信者と分かった途端撤退を決めたか。実に賢明であるな。では我が輩も。え、みんなどこに行くの？いいからユユも来てください。あ、ちょっとどこ行くの？今なら聖水をさらにもう一本つけてあげるわ。だからこの入信書にサインは。なんなんだここ。ダンジョンの中にアクシズ教徒の人がたくさんいます。正直モンスターより怖いのですが。とにかく理由はわからんが、ここにはアクシズ教団の連中がいっぱいいる。何かの役に立つかもしれないから、おとりになっていたアクアを回収してから先に進むぞ。わかりました。しかし、いくらアクシズ教団だからって、なんでダンジョンの中に人間がいるんだ？なんで私のことを置いていくのよ。だから悪かったってさっきから言ってるだろう。どうしたカズマ？今、人の声が聞こえなかったか？人の声ですか？私たちが来るまで封鎖されていたはずですが。いや、確かに聞こえるな。上の階にいるようだ。もしかしてまたアクシズ教徒でしょうか？それってさっきみたいな人がまた現れるってことですか？え、それはちょっとアクシズ教徒というとさっきのような人がまだいるということか。またあの女神を信奉する者どもか。厄介さはどちらも変わらないな。それってさっきみたいな人がまだいるってこと？このダンジョン、やっぱり封鎖したままの方がいい気がしてきた。ねえ、ちょっと私の信者のこと嫌いすぎじゃない？ひとまず上の階に行ってみよう。見つからないよう物陰から様子を観察すればいい。まあ、とりあえず、なんかアクシス教徒がうじゃうじゃいるようなダンジョンみたいですが、ちょっと見ていきましょう。カズマ、目標を発見しました。やはりモンスターではなく人間みたいです。アクシス教徒だったら急いで逃げるからな。いや待て、あの人影は。あれ、あれあれ、ここってどこですか？どういうこと？なんでウィズがいるんだ？ウィズ？え？あ、カズマさん！助かりました。塔に入ったはいいものの、どちらに行けばいいのかわからなくなってしまって。というか、ウィズはこんな場所で何やってるんだよ？実は、ギルドからの依頼で塔の調査に来たんです。普段は冒険者としてのお仕事はお受けしないんですが、どうしてもと泣いてお願いされまして。なんだ、私たち以外にもギルドから依頼が出てたんですね。へえ、要するにギルドから同じ依頼を受けたってことだね。つまり僕たちと目的は同じというわけだね。今日は朝から店にいないと思っていたが、そういう事情か。まあ我が輩としては赤字店主が外で稼ぐ方がありがたいので、ずっと冒険者をしていても良いぞ。私たちと同じ目的で来てたんだ。最初の調査の時も複数の冒険者に依頼したみたいですし、当然といえば当然ですね。町との距離も近いですし、一般の方に被害が及ぶ可能性もありますから、ギルドとしてはそうなってしまう前にこのダンジョンの危険性を正確に把握しておきたいみたいです。それにアンデッドがいるなら彼らを成仏させてあげるのも私の役割ですし。なるほどな。ま、だったらせっかくだし一緒に行くか。いいですか？ああ、目的は一緒なんだろ。だったら一緒にいた方が道にも迷わなくていいはずだ。ありがとうございます。
ちょっと何勝手に決めてるのよ。私は反対なんですけど。なんだよ急に。別にウィズが同行しても問題なんてないだろう。問題大ありよ。アンデッドに追いかけ回されたばっかりの私にアンデッドを近づけるなんて正気。第一、ウィズもギルドの依頼で来てるなら私たちの報酬が山分けになるかもしれないじゃない。ここに置き去りにすればアンデッドは町から追い出せるし、報酬も減らないしで一石二鳥よ。最悪だ。そんなアクア様、私も連れて行ってください。アクアってウィズ相手だと完全にやりたい放題だよな。まあ相性の問題もあるのでしょう。リッチーとアークプリストですから。戦闘はどうするんだ？ウィズにも参加してもらうのか？いや、俺たちは俺たちで戦おう。屋内でのパーティー戦闘なら今組んでる人数が一番いいはずだ。わかりました。それではカズマさんたちの背後から来る敵を相手にしますね。あ、よろしくな。ということで、はい、じゃあまあ続けて進みます。たく迷路だろこれ。マジか、まだ上があんのかよ。まあ塔だから何回かあるのは分かってたけど、最悪だ。マジかよ。ああ、なんとめんどくせえダンジョンや。ようやく半分くらい登ったか。え、これで半分なの？アクシズ教徒の数の多さには苦労させられるな。私は大丈夫ですけど、このままだと皆さんの体力が持ちそうにないですね。ずっと階段を登って襲われたら反撃して、もう体力が持たないです。あまり無理はしないようにな。大丈夫だ。いざという時は私が体を張って守る。ありがとうございます。こういう時は体力のあるダクネスが羨ましくなるんだけど。クリスも鍛えた方がいいぞ。そうすれば敵からの攻撃に耐える気持ちよさに目覚めるはずだ。私は今のままでいいかな。大丈夫です、女神様。このダンジョンに潜む邪教の信徒から僕が必ず守ってみせます。だから私の信者だって言ってるでしょ。害虫というのはいくら潰しても湧いてくるあたり、どこかの女神と一緒で立ちが悪い。寄生虫に言われたくないんですけど、アンデッドより先にあんたを浄化させようかしら。私はメグミンより先にバテたりしないんだから。こんな時でもユンユンは相変わらずですね。気づかれるからあんまり騒ぐなよ。無駄に消耗しないうちになんとか上に行くぞ。ああ、わかった。今の姿は、どうした、ダクネス。何か見つけたのか。いや、見間違いだとは思うのだが、階段の先にベルディアがいたような気がしたのだ。ベルディアさんですか？メグミンと俺が毎日爆裂魔法をお届けして怒らせたあのデュラハンか。ああ、最初の人ね。最初の幹部の。ああ、そうだ。だが、まさかな。あいつは討伐したはずだ。そうよ。この私の超すごい活躍で倒したじゃない。超すごい活躍か。そうだな、お前の出した洪水で町の城壁ごとぶちかましてくれたもんな。おい、吹けない口笛でごまかすな。しかしこのダンジョンは何なんだ。アクシズ教の者がいて、今度は死者の姿が見えただと。どう考えても普通じゃないです。このダンジョン何か秘密があるのかもしれません。秘密ね。まあ何だっていいじゃない。ちゃちゃっと魔石だけ取って帰りましょう。あら、どうした、アクア。あのね、カズマ、
私の足に見覚えのあるものが張り付いているんですけど。見覚えのあるものって、うお、バニル人形。皆さん下がってください。これは戦闘用のバニル人形です。戦闘用？なんだか覚えのある感じでだんだん熱くなってきたんですけど、お願い助け。おい、アクア大丈夫か？帰ったらあの悪魔絶対に浄化してやるわ。でもおかしいです。バニルさんがいないのに戦闘用だけがこんな場所にあるなんて。いい加減頭にきたわ。ちょっとあんた、一応味方のはずなのに攻撃するってどういうつもり？貴様の憤りもわからなくはないが、勝手に勘違いされても困る。今のバニル人形、我が輩が作ったものではないぞ。そうなのか？この女神のことはいけすかないと思っているが、このタイミングで攻撃する意味がないだろう。そもそもこやつに使うバニル人形がもったいないではないか。私はこの爆発人形以下だっていうの？いいわ、その喧嘩買ってあげる。買うな買うな。でも確かにバニルはずっと俺たちといたもんな。私もずっとそばにいましたけど、戦闘時以外に人形を使っていませんでしたよ。戦う必要がないのに現れたバニル人形か。でも全部どこか見覚えがあるような。カズマ、そんなに慌ててどうした？今の爆発音で奥にいた大量のアンデッドがこちらに気づいたらしい。なんだと？ウィズ頼む。あとアクア、お前も一応手伝え。わかりました。ちょっと私の扱いがひどいんですけど、いたわって、もっと私をいたわって。あとでいくらでもねぎらってやるから、とにかくあのアンデッドを止めろ。よっしゃ。ガード、防御。ガードは基本中の力だ。アンデッド。でもあれで半分とか、マジかよ。もう何なんだこの塔は。さっきから節操がないにも程があるぞ。そうだな、アクシズ教徒以外にも様々な敵がいすぎて、もう何を対策していいのか。もういや、戦いたくない。あ、そうだ、カズマさん、魔王幹部を倒したっていうのは嘘じゃなくて本当なんですよね。私、カズマさんの超かっこいいところ見てみたいの。か弱い私を守ってほしいの。なんやねん、こんなところでブリッコかまして。こいつまた証拠りもなく見えすいた嘘をつきやがって。辛いのはわかるが、それは全員同じだ。もう少しだけ頑張れ。こんなに多いと石膏の役目がなくて困っちゃうね。どこに行っても敵がいるし。いえ、その中でも数が少ない道を選んでもらって本当に助かっています。そう言ってもらえると少しは救われるかな。しかし、人型の相手を斬るのには抵抗があるね。こういう役はカズマの方がふさわしいと思うんだけど。おい、こら、いきなり何言ってやがる。僕はもともと勇者なんだ。こんな小さな仕事ではなく、魔王退治に行くべきじゃないのか。やっぱりこいつなんかムカつくんだよな。その点、すでに死んでるあんたは疲れなくていいわよね。そんなことはないんですけど。アクア様、なんでにじり寄ってくるんですか。私たちだけ疲れてるのって不公平じゃない。だから私がちょこっと浄化して。おい、やめろ。俺たちのパーティーの要をくだらないことで浄化しようとするな。やはり人間というのは貧弱だな。なんなら新製品の栄養ポーションを恵んでやってもいいのだが。はあ、なんだよその栄養ポーションって。以前貴様が言っていた栄養ドリンクとやらを元に作った新製品だ。飲んだものは一時的にあらゆる能力が上昇し、一日中であろうと活動できるようになるのだが、翌日には死ぬ。誰が飲むか。いいから、そんな危険物捨てちまえ。ねえめぐみ、もう今回は諦めて帰った方がいいんじゃない。私は帰りませんよ。帰るならユンユン一人で帰ってください。あんな敵だらけのところを一人で引き返すなんて無理よ。あ、皆さん、次の敵が現れました。今度は一体何が。おお、げ
おお、なんじゃあれはジャイアントトードか。トードの形全くしてないよ。それにしては随分邪悪な外見ですね。あれだけ大きくて邪悪なカエルなんだ。一体どんな攻撃をしてくるのか。ジュルリ、ジュルリじゃねえわ。おい、今よだれを垂らさなかったか。垂らしてなどいない。ただ粘液まみれにされるのを想像しただけだ。したんだな。うるさい。いいからこの敵を何とかするぞ。私は嫌よ。もう食べられるのは嫌。私もできれば遠慮したいのですが。そんなこと言ってる場合か。来るぞ。いやー、これはボスなのかな。ボスであればメグウィンの爆裂魔法使うけど。さあ、ジャンダとエクスプロージョン。うん、終わったか。また粘液まみれじゃない。ぬくいのはいいのですが、このベトベトだけは慣れないですね。そうか、この程度の攻撃であれば私としては望むところだ。いや、望むなよ。こんなひどい目に遭ったのは初めてです。ああ、早く町に帰ってお風呂に入りたいよ。僕の魔剣が粘液まみれに。私、ジャイアントトードの粘液まみれにされるなんて初めてです。貴様らには似合いの格好であろう。ちなみに我が輩は全て華麗に回避している。人形投げるだけで自分は遠くにいるくせに何偉そうに言ってるのよ。メグミンと再会してからこんな目にばっかり合ってる気がする。ですが大きな怪我もなく倒せてよかったですね。カズマ、これなんとかしてよ。カズマ、私たちだけベトベトなのは許せません。カズマもベトベトになるべきです。おい、無事だった俺まで巻き込むことないだろう。近づくな。ドリア、あー、ネトネトがベトベトが服の隙間に。うらやましいぞカズマ。意味わかんない。うらやむなこのおバカ。くそ、なかなか落ちなかったぞあの粘液。お疲れ様ですカズマさん、災難でしたね。まったくだ。だけど一つだけ収穫もあった。収穫ですか。ああ、アクシズ教団、バニル人形、それにジャイアントトード。さっきから現れているのは全て見覚えのある敵ばかりだった。ダンジョンに自然に集まったにしては明らかにおかしいメンツだ。つまりこれは。ちょっとカズマ、あんまり遅いと置いていっちゃうんですけど。ああ悪い、今行く。ほら、リズも行こうぜ。あ、はい。画面がチカチカしてる。スキルが効かない。気をつけろ、この辺りはスキルが使えないぞ。どういうこと。敵とかまだ出ないよね。脱出を惜しみはできません。着いたな。ここが最上階か。さすがにここまで来ると疲れますね。メグミン大丈夫か。あ、足がもうパンパンです。一歩も動けません。頑張ってください。この階の調査が終わったらあとは帰るだけですから。それってまた敵だらけの中を行かないといけないですよね。それは頑張りましょう。やっぱりそうなんじゃないですか。もう敵やだ。ランのやつ疲れすぎてアクアみたいになっちまったな。後衛職にはこの連戦と階段は辛いかもね。まあそういう私も限界なんだけど。疲れた。クリスも疲れているならこっちで休むといい。その間私が周囲を警戒しておこう。ダクネスかっこいい。思った以上に手こずってしまったね。僕一人ならもっと簡単に来れたと思うけど。だったら自分だけでクエスト受ければいいだろう。
はあ、君はやっぱり分かっていないね。今日の僕は女神様の騎士として同行しているんだ。女神様がいないと意味がないんだよ。ああそうかよ。思った以上に苦戦しちゃいましたね。ですが前に調査した人たちの報告にあった上級モンスターと出会わなかったのは何ででしょう。ああそれなら多分調査に来た人たちが結構強い人たちだったんだろう。はい、強い人ですか。ま、俺たちならアクシズ教徒やアンデッドになるよな。うん、このダンジョンはなかなかに面白い作りであるな。冒険者を肉体的にも精神的にも疲労させようというこの構造、実に我が輩好みである。バニルさん、今日はご機嫌ですね。我が輩の理想のためにもダンジョン研究は欠かせぬからな。このような冒険者に嫌がらせするためだけに存在するようなダンジョンはついつい心が踊ってしまうのだ。そうなんですか。これぐらいで疲れるなんて、メグミンもまだまだね。ユンユン、そういうセリフは自分の息が上がってない時に言ってください。私はまだまだ元気よ。メグミンとは違うんだから。では勝負しますか。ええ、いいわよ。二人ともどうやらまだ元気みたいだな。さてボスがいるとしたらここまで。やばい、ボスいんのか。予想通りだとするとかなり面倒そうなんだが。面倒って何のことよ。二人とも気をつけてください。何か魔力が集中しています。何もない場所に敵が現れたというのか。それにあの姿は。冒険者たち久しぶりだな。よう、ウィズ。それにそこの見覚えがある人間たち、あの時はよくもやってくれたな。ベルディアさん、ハンスさん、どうしてこんなところに。あれ、あんたたち死んだはずじゃなかったの。幽霊、どうなってるんだこれは。あれは多分幻だ。幻だと。ああ、多分この塔が魔力で作り出してるんだよ。そういえばお二人の存在感も若干薄いような気がします。そもそもこの塔最初からおかしかっただろ。いろんなモンスターが節操なくいたりして。そうですね、アクシズ教徒は一応人間なのでダンジョン内にいるのもおかしいです。要するに本物のモンスターがいるんじゃなくて魔力で作られた偽物の相手をしてたんだよ。おそらく俺たちが怖いって思ってるものとかトラウマとかを読み取って形にしてるんだ。ギルドからの説明にもあっただろ、塔での話を聞いても全員バラバラだったって。なるほど、人が違えば怖いものも違うから現れるモンスターも。それなら今までの敵にも納得がいきます。私もカエルやアクシズ教徒は苦手です。ねえ、なんでそんなに私の信者たちを嫌うの。みんないい子たちばかりなのよ。バニル人形もアンデッドもアクアが以前体験したトラウマから再現されたんだろう。つまりこのベルギアさんたちも。何を余計なことを話している。ここで会ったが100年目だ、覚悟しろ。あの時の借りはたっぷりお返ししてやる。残念だが偽物でも強そうな予感がするぞ。カズマさん、アクア様、ベルディアさんたちが来ます。ああ、もうやるだけやるしかねえ。ベルディアは水と浄化に弱い。それにハンスには氷魔法が効いてたはずだ。アクア、ウィズ頼んだぞ。いいわ、水の女神の力見せてやるんだから。わかりました、やってみます。さーてどうしてやろうか。無理です、万端です。くそ、しぶといな。こんなに苦戦させられるなんて。片方の敵を倒してももう一方が復活させてしまうから終わらないんですね。いくらジュラハンやデッドリーポイズンスライムでも無限に再生してくるなんておかしいわよ。これじゃいくら頑張ってもキリがないんですけど。確かにな、今までの幻の敵と違って2つで1つって扱いなのか。弱くても何度も相手させられるのは辛いんですけど。カズマ、なんか楽に倒す方法を考えて。無茶言うな、そんなポンポン思いついたら苦労しねえよ。だがこれ以上長引かせても全員が消耗するだけか。だったら
よし、ウィズ、アクア、よく聞いてくれ。ここから二手に分かれる。二手にですか？そうだ、ウィズは右から回ってくれ。そして俺の魔力を使ってハンスを凍らせる。アクア、お前は左からだ。ヴェルディアに浄化魔法をお見舞いしてやれ。それはいいけど、なんで別行動なの？片方を倒しても片方を復活させちまうっていうなら両方叩くしかないだろう。ちょうどあいつらの弱点であるアクアとウィズがいる。だから二手に分かれるんだ。分かったわ。要するに力づくね。なあ、そうだよ。他に思いつかなかったんだよ、チキショウ。ですが、タイミングさえ合えばいけると思います。アクアとウィズ以外は全員二人のサポートだ。いいな。任せておけ。二人への攻撃は全て受け止めてみせるさ。魔王軍幹部を同時に相手するなんて今後機会があるかわからないからな。わかりました。こういうのなら得意です。こんな時まで騒がしいね。ま、こういうのは得意だから任せてよ。僕は女神様の護衛につくから、そちらの女性は君に任せたよ。ふん、あやつらの相手をするのは少々複雑なのだが、まあ仕方あるまい。ほら、めぐみ、私も手伝ってあげるから。今回はあの二人をサポートしないと。あんまり長引かせるとこっちが限界だ。最後の一踏ん張り、行くぞ。かかってこい。今だ。セイクリッドクリエイトウォーター、カースドクリスタルプリズム。くそがー、魔王軍の幹部め。よし、これでどうだ。まさかまたしても破れるのか。こんな頭の悪い奴らに二度も負けるなんて冗談にもならねえ。残念だったな。こっちは頭使って考えないとろくに戦えないパーティーなんだよ。アクアはともかく、他の仲間も頭が悪いと思い込んだお前たちの負けだ。ええ、そうよ。私はともかく。で、ねえカズマ、その一言って必要かしら。し、お前たちを侮っているつもりはなかったんだがな。特にそこのアークプリーストの女、お前にだけは絶対に復讐してやろうと。私は完璧な女神なのよ。すでに勝ったことのある相手に負けるとかありえないんですけど。しかも弱体化してるくせに本気で勝てると思ってるとか笑っちゃうんですけど。クスクス。勝った途端に強気になりやがったな。さっきまで慌ててたくせに。ちょっとカズマ、うるさいわよ。今いいところなんだから。確かに本物の俺が勝てなかったのに偽物が勝とうってのも都合がいい話だ。だがな、恨みを持ってるのは偽物だって一緒なんだよ。今飛ばしたのは俺の体液をとびっきり濃縮したものだ。これを受けて無事な生物はいねえ。これでそこの女は終わりだな。アクアだけでも道連れにする気か。デッドリーポイズンスライムの体液です。その直撃となるとアクアは そんな。おい、アクア、返事をしろ。もう痛いわね。あれ、無事なのか。アクア、大丈夫なのですか。今の攻撃のこと、そんなの当然じゃない。あんな弱っちい毒なんかじゃ私の羽衣に傷一つつけられないわよ。で、羽衣が粘液まみれなんですけど。なんだと。最後のあがきも通じないのかよ。まったくついてねえな。あ、危ねえ。アクアだったからよかったが、俺が受けてたら即死だったぞ。さすがは魔王軍の幹部といったところですね。あとはハンス、消滅する前に
せめて無念だけは晴らすつもりだったか。立派な最後だ。アクアの羽衣をベトベトにしただけで終わったけどな。ならば俺も悔いのないようにあがくとしよう。ウィズ！は、はい。これを受け取れ！な、公園に何か投げやがった！ウィズ！って自分の首を投げたのかよ！はあ！ウィズさん、危ない！はあ！おお、ベルディアの首を撃ち落とした！すごいぞ、ラン！本当ですか？はい、ありがとうございます、ランさん。と、気を抜いてる場合じゃないな。ベルディアの首はどこに行った？カズマさん、あれ？ん？ちょっと、何見てるのよ。私たちのパンツを覗き見しようだなんて変態ですか？変態ですね！ああ、私のパンツが敵のいやらしい目にさらされている。やめろ！女神を覗こうだなんていい度胸じゃない。覚悟はできてるんでしょうね。外れた。今何と言いましたか？だから外れだと言ったのだ。ウィズのような清楚な女性のパンツだ。貴様らのような変人どもの下着を見たところで俺はちっとも嬉しくないわ。もう一度と思ったが、まさかこのようなひどい仕打ちを受けるとは。ちょっとあんたね。なんだ、アクリスタル。どっ、その言い草ってどういうことよ。この不愉快です。ドリオバーリも嫌ですが、今回はカズマ以上にムカつきます。ティわ、私も今の言葉は傷ついたぞ。パンツまで覗かれたというのに外れだなどと。また貴様ら、私の頭を踏みつけるのはやめ。もう消滅しちゃったわね。正直蹴り足りません。もっと痛めつけたかったのですか？うん。カズマさん、話しかけないんですか？しばらくそっとしておこう。何これ！そうだ、俺はこの時を待っていた。もう一度ウィズのスカートを覗き見できる瞬間を。見えたぞ。今日のウィズの下着はくっ、はあ、いやー、そうだ、俺はこの時を待っていた。もう一度ウィズのスカートを覗き見できる瞬間を。見えたぞ。今日のウィズの下着はくっ、はあ、そうだ、俺はこの時を待っていた。もう一度ウィズのスカートを覗き見できる瞬間を。見えたぞ。今日のウィズの下着はくっ、はあ、ベルディア、頭を踏み抜かれて消滅しました。体の方も頭部と一緒に消滅したみたいだな。見られたのに無反応ってのは複雑なんだけど。なんで私まで覗かれないといけないのよ。うん、よし、魔石の捜索に取り掛かるか。ベルディアさん、ひどい。ちょっとカズマ、このベトベト落ちないから手伝ってほしいんですけど。
見つかったか？うん、こっちではないみたいだな。こちらでもないみたいです。ここにもありません。魔力の気配はするので遠くはないと思うのですが。なんで見つからないんでしょう。おかしいな、なんでこんなに見つからないんだろうね。なんでこんなに見つからないんだ。なぜ我が輩までこのようなことをせねばならんのだ。なんでこんなに見つからないのよ。アクアの方はどうだ。探索機の反応だとこの辺なんだけど。あ、カズマ、こっちこっち、あったわよ。おお、見つかったか。今度の数字は何でしょう。これは7だな。7、魔石はおそらく7個だろうから、これで残りはあと1つか。最悪最後の1個を見つけられなくとも十分な稼ぎになったんじゃないか。ダメです、チョムスケの分が足りません。だから猫はカウントすんな。カズマ、ここまでついてきてくれたチョムスケだって立派な私たちの仲間ですよ。この子にも魔石をもらう権利はあります。猫に小判だ、必要ないだろう。お、魔石の光が消えていくな。そういえばそうだな。もしかしてダンジョンの幻を生み出すのに魔石の力を利用していたんじゃないでしょうか。今はカズマが拾い上げたのでダンジョンとの魔力のつながりが消えたのでしょう。ほう、なるほど。あ、それってつまり帰りは楽ができるってことじゃない。そうか、塔の幻が発生しなくなったのなら敵が出てくる心配はないな。そりゃいいな。今日は精神的にも疲れたし早く帰りたいところだったんだ。それじゃさっさとこんな塔を降りるぞ。お、どうしたウィズ。あ、いえ、皆さんお気づきになってないみたいですけど、なんだか塔の壁や床石がうっすら透けてきてます。はい。おいおいおい、まさか塔まで幻影だったってオチか。カズマ、それどういうこと。お前分かってなかったのか。この男女は幻を作り出すものなんだよ。つまり魔力供給が切れたので幻影でできた塔自体が消えているのでは。ねえ、ここって何階だったっけ。わからないくらい登ってきたな。あの、そうこうしている間にもう壁がなくなってきちゃいました。壁だけじゃありません、床ももう見えなくなってきました。これって要するに。このままだと地面に真っ逆さまだぞ。えぇ、あ、私まだ死にたくないですよ。それはかなりまずいんじゃないかな。どうすればいいんだ。我が輩は一切問題ないのだが、貴様らでは即死であろうな。どうすればいいんですか。いやー、カズマさん、カズマさん、落ちる。アクア、その羽衣も貸してくれ。いやよ、これは大事な女神の証の。いやー、勝手に広げないで。うるせー、もうこれしかないんだ。地面に叩きつけられたければお前一人で叩きつけられてろ。みんな、こいつをパラシュート代わりに行くぞ。ウィズ、魔法でなんかいい感じにサポート頼む。わかりました。行くぞ。そりゃー、いやー、テレポート。あ、このスバ、おかしいわね。どうしたんだアクア、難しい顔して。あ、ダクネス、見てよこの探索機。次の魔石の場所を確認しようと思ったんだけど。お、なんだこれは。目的地が移動している。交点が動き回っていますね。どういうこと。壊れちゃったのかしら。調子が悪い時はこうやってで。おいこら、乱暴に扱うな。壊れたらどうするんだよ。そんなこと言っても、このまま治らなかったら不良品よ。返品して文句言ってやるわ。何騒いでんの。よー、クリス。例の情報、魔石の正体について少し調べてきたんだけどね。面白いことが分かったよ。面白いことって。
この魔石なんだけどね、この国で作られたものじゃなかったんだって。昔日本っていう国から冒険者が持ってきたって話だよ。ああ、やっぱりそうか。え、カズマ知ってたの？まあこんなあからさまな設定で偶然でしたって方がありえないよな。本当に転生時にもらったアイテムならどれもチート級の力を持って、あれ、それってつまりこれさえ集めれば俺も他の転生者みたいに戦える？そうだそうだよ、こんなダメ神のせいで苦労してるけど、もともと転生者は強いはずだろう。そのアイテムさえ手に入れば俺だって魔王を倒せるようになるんじゃないか。ちょっとカズマ、今ナチュラルに私の悪口を言わなかった？どうしたカズマ、そんなに興奮した声を出して。ああ、あのね、ゴニョ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 。なるほどな、7つ集めれば願いが叶うというわけか。そういうこと。まだ調べられたのはここまでだけど、やっぱり数は7つってことで間違いはなさそうだよ。次は願いが叶うっていう話についても裏を取ってくるよ。わかった、ありがとうなクリス。それにしても願いの叶う魔石か、そんな便利グッズを見逃していたとは、俺としたことが。なあアクア、転生者が持ち込めるアイテムのリストって覚えてたりするか？急に聞かれても、そんな細かいこといちいち覚えてないわよ。そうだよな、お前の記憶力に期待した俺がバカだった。ちょっとカズマ、いい加減にしないと心優しい女神様の私でも怒るわよ。そもそも忘れてるみたいだから教えてあげるけど、転生時のアイテムは本人専用なの。その人以外が持っても使い物にならないのよ、わかってる？あ、最近冒険にも連れてってるあいつから前に剣を奪ったじゃない。そういえば奪ったはいいものの、使えないということで監禁したんだった。ってことは俺が魔石を集めても使えない？ま、私が知らないアイテムもあるかもしれないから絶対とは言い切れないけど、それよりもこの探索機が使えなくなった方が問題よ。明日あの悪魔のところに乗り込んでやるわ。当然カズマもついてきて。で、おーい、もしもーし。俺の儚い夢は終わった。はぁ、昨日は散々な目にあったな。今日は気分を切り替えていくか。あのカズマ、どうしたんだよ、そんな微妙な顔して。いえ、先ほどそこでギルドの方とお会いしまして、少しお話をしたのですが。おう、それで？なんでも昨日の塔が復活したみたいです。はい？私も聞いただけなので分かりませんが、消滅した塔が全く同じ状況で復活していたらしくて、おそらく一時的に魔力切れを起こしただけで、魔力さえ溜まればまた出現するみたいなのです。それでギルドから再度調査してほしいとの依頼が来ていますが、どうしましょう。絶対受けねえからな。 So we got the 6 magic stone and we are left with one more. The dungeon for this one was like a maze, traps everywhere. The story itself was pretty long and I feel like this video would be pretty long. If you watched it till here, I really really appreciate for watching this video.I'm not sure whether the next one's going to be the last one, but please make sure to stay tuned. Again, thank you for watching and see you next time. ということで、今回6つ目の魔石を取り、残り1つとなりました。ダンジョンも迷路みたいにややこしく、ストーリーも今回結構長く、かなりの長い動画になるかなと思います。ここまで見ていただいた皆様、本当にありがとうございます。また次回、お楽しみにしてください。